なんだい白玉は今出て行ったがどうしたんだ。遠山の金さんでありんしたか。本当にすみいせん。すみいせんってどうかしたのかい。わちきは大変に体が悪いんざます。そりゃ気の毒だな。まあこっちへお入り。用はなんだね。白玉さんにすみいせんがちっと頼みがありんすから。頼みがあったら白玉に言わねえだって。俺で用が足りるんだから聞こうじゃねえか。全体どんな用だい。尻込みしている一人の遊女を部屋へ引き入れて。何も俺が白玉のお客というわけじゃねえが、用があるなら聞いてやろうじゃねえかと親切に言われて、一両ばかし貸してもらおうとそれを頼みに起因した。金の一両ぐらいなら心配しねえでもいい。俺がやろうよ。うれしゅうありんす。これでわちきも2、3日は安心でありんす。主も知っていなんすが、こういう苦害の務めの身は病気をしたとてろくに手当てもしてはくれいせん。今病人はわちきと火山さんの2人。火山さんはそう悪くもなかったのを、河原崎座の芝居者や勝さやの息子さんとなじみになりして、何もかも入り上げて部屋のものを皆なくしてしまいんしたので、その仕置きのためというんで看部屋に押し込められているんざます。それからだんだん病気が悪くなってきんした。それだって内緒ではお医者さんにかけてはくれんす。本に気の毒のことでありんす。そりゃ不憫だな。そうして何かい、おめえたち借金はどのくらいになっているんだ。そうざます。火山さんは100両もありんしょうが、わちきは60両余りになっていんす。すると親元身請けか何かしてここの主人に渡す金は。わちきが200両、火山さんが300両ぐらいになりんしょうか。まあまあそのうちに俺が何とか考えてやるから辛抱しな。これは1両ずつおめえと火山さんにあげるから心配をせずに使いな。後のことはまたどうとか心配もしてやるから。ありがとうございます。主の親切本に忘れはいたしいせんと出てゆく。入れ違いに白玉が。友鶴さんが避難したかい。今来ていろいろ話を聞いたが、かわいそうだから火山と2人に1両ずつ祝儀をやったよ。よしなんし。火山さんは病気というが、わがまま病気というのは勝財さんの息子さんに惚れなんしてからのこと。友鶴さんだってありゃ身から出た病気さますから。ああよくあるやつでなんだろう。お前だってあの河原崎座のしべえじゃや上総の息子には惚れ込んでいた。それを火山に取られた悔し紛れにそんなことを言うんだろうが、商売の病気の時は親切にしてやらなければいけねえ。そんなことはありいせん。わちきが思う男というのは主より他には。おっと待ってくれ。俺にはおしまというやつがついているからね。だってたまにはわちきの部屋へ泊まっていったってよかろうもの。いけねえいけねえ。おしまに叱られる。あら憎らしい。主はまあ。おいおい、そうつねったって気の変わるもんじゃねえ。嫌でつなられたんじゃいよいよつま立ちをしてうちへ帰るばかりだが、まあせっかく来たもんだ。一杯ここで飲もうか。そうしていきなんしと、さすがは人気を背負って立っている金四郎をすげないこともしない。その晩は遅くまで白玉の部屋で飲んで若狭屋へ引き上げてきました。おしま。はい。実は玉屋でな、これこれだ。おめえいくらか金を工面してくれ。そうですか。ようござんす。こちらでおよそのところを積もってお島から火炎玉屋へ友鶴と火山の身請け話を持ち出しました。この話を聞いた玉屋の主人吉兵衛、今2人の花魁をそんなことで引かされたんでは。だが何かにつけて口を聞いてくれる金四郎さんの後ろ盾、しようがない、承諾しようと吉兵衛も男気を出し、200両の300両のという大金もいらず親元身請けということで、ほんのわずかの金で両人を落石させました。そこで若狭屋が友鶴火山の身柄を引き取って、火山は金四郎が口を利いて上総屋のせがれに沿わせる。これが縁で金四郎河原崎座の囃方に出るというお話は別に申し上げます。父左衛門殿ハラハラと落類。さて玉屋の遊女二人を遠山がお島の手で自由の体にしてやりました。火山おば小引町芝居茶屋上総屋のせがれ一太郎親父が苦情を述べるのを金四郎が無理に解きつけて嫁にしてやりました。上総屋の家付きの名前がおはんさんというのでございましたから、この火山もおはんという呼び名で立派に商売を続けてゆく。一方、お島においては、金四郎は体に入れ墨をして、いつまでも自分のところにいてくれるものと思っていると、ある日のこと金四郎がお島に向かって、さてお島、いろいろとお世話にもなったが、今度、愛宕下の親父がいよいよ蝦夷へ行くということを聞き込んだ。それについては俺も蝦夷へ行きたいと思っているが、お前もその気でいておくれ。再び帰ればまたお前のところに厄介になるから。蝦夷へ行くんですって。それではいつかのお話の通り陰ながらお父様のために働こうとおっしゃるんで、それじゃあ止めようにも仕方がありませんね。他のことなら私は死んでも話はしませんが、親子のためお国のためというなら仕方がありません。諦めましょう。しかし今までこうして気楽な暮らしをしていた人が取りも通わない蝦夷ヶ島へ行ったらどんなことになるんでしょうね、と心配するのは女心。しかし元より利口な女ですから、嫌な素振りは少しも見せず、胸いっぱいの悲しみを袖に隠し、早速支度を整え、路銀もたっぷり渡して送り出してやりました。そこで金四郎は美濃和の太吉のところへ立ち寄って、名主に頼んで松前までの通行手形というものをこしらえてもらい、そうして父の様子を聞きますと、左衛門の城は柘植丹後守という500石取りのお旗本とともに50、60人の友回りを連れて、いよいよ江戸を出発に及んだと聞いたので、それでは後を追って今までの不幸を浴びた上、お供を願ってご先祖を見届けよう。話に聞けば卸やメリケンあたりからもだいぶ出張っているとのこと。見事家当人配をけたおしくれんと、鎖片びらなどもちゃんと用意しましたが、どうもこれは着てゆくわけにはまいりません。稽古着の上に綿入れ1枚を着し、博多の帯に1本刺し、その上に羽織を引っ掛けて、例の鎖片びれはひっしょって袴も履かず、雨がっぱに三度傘、キャハン鉄鋼わらじ姿、急ぎに急いで宇都宮阿久津いずれがは那須野に入って、あれから大田原、次は早くも音に名高き鈴懸ヶ原。口で言うのは早いもの、今しもこの鈴懸ヶ原にかかりました64人の一行、当郡では那須野ヶ原にも別荘などが堂々とできておりまするが、その昔は昼日中狐が飛び歩いていたという草ぼうぼうたるありさま。その中を一行64人が通って行きます。後から来たった金四郎を用人小堀早苗の姿を認め、それに参るのは小堀ではないかと意外なところで呼び止められた早苗。さては京都でも現れたかと早苗が見ると、おお、これは若様、どうしてここへ。いや、若様ではない、ただの金四郎。お父上にお願いがあって参った。さようでござりまするか。しからば。というので、一足先に進んだ遠山左衛門の城に、殿、金四郎様が何かご用にて、お後を追うて参りました。何？せがれ金四郎が後を追うて参ったと格別に我らに用もないはずだが、杉内、失礼ながら一足お先へ願いたい。我らも伺おうて知っている金四郎殿の義なれば穏やかに取り扱われたがご貴殿のおためかと存ずる。しからば一足お先へ御免を被る。後に10人ばかり残って一行はずんずん進んでゆく。友回りはここに控える。傍らの松の根方に腰打ちかけて左衛門の城が左内に導かれて前に打ち伏した金四郎を見て、その方は家でいたした金四郎。はい、これはお父君と申し上げますのも面目なくはござれども、この度蝦夷地へのご巡視、それについて左衛門の城にご任官がそばされ、まずおめでたくお喜び申し上げまする。いや、その方に喜ばれるに及ぶまい。母を捨て父を捨て家を去って放蕩に身を持ち崩すと聞く。心まで腐ったる汝がごとき者に用はないはずじゃが。はい、お言葉ではございまするが、心まで腐ったるわけではござりませぬ。さればお後をしとうてまいりました。それはまたなぜじゃ。蝦夷地においては近頃大分に祁答人、卸屋の八原が相集まり、日本の領地を侵すと承ります。その中をお父上、多くもあらざる人数を従えてのご出張、もっとも松前島の神殿のご同勢とともに蝦夷千島の果てまでも日本領地をお見極めに相なり、日本領の印打ってお帰りになるとのこと。さればもしやかの地において祁答人らがお父上にいかなる危害をなすやも計られず、その折金四郎おそばにあればお父上並びに柘植殿に代わって一働きつかまつりたく、鍛え上げた腕とは申しかねまするが、また放蕩に身を持ち崩し、家は舎弟に譲れども武士の心は決して失い申さず、あくまでも天下の御ため、お国の御ため、君父の御ためなればどこにても相果てまする覚悟。町人なれど高田や貨幣は船を浮かべて千島に押し渡り、また間宮林蔵はかの樺太海峡からニコラエフスクまでも乗り込まれたという。これらは皆我らが鏡、我らもまた日の本に生を受けたる大和男の子。日本領を一寸たりとも祁答人に踏み荒らされるごときことあっては一大恥辱。それのみならずお父上もご承知でございましょう。放蕩無頼に身を持ち崩し、ついには野党までも働いて行方知れずに相なりおる鈴木弥五郎、彼はこの金四郎が勧めて蝦夷地へ使わしておきました。かの地において定めし改心なし、お国のために尽くしおろうと心得まする。それというのも罪過を受けて死ぬべき命をかの地において投げ打てば、それこそお国のためになるべしと考えましたからのこと。何、鈴木弥五郎の行方が知れずにおったが、それはそちが蝦夷地へ使わしたと申すのか。はい、わずかなれども路用を与え、彼を蝦夷地へ使わしたはそれがし、惜しからぬ命をそうしてお国のため、君の御ために用いることができまするのも貴公のおかげと彼も涙を流して江戸を立ち退きました。父上、この一時をもっても決して私の腹渡の腐らぬところをお認めを願いたく、姿は町人なれども心はあくまでも武士を忘れてはおりません。これを聞いた父の左衛門の城、ハラハラと落類をしてしっかとせがれ金四郎の手を握り、はっぱれ金四郎、その方の心は万国の領主も及ばぬけなげさ、父もことごとく感じ入ったぞ。そばで小堀左内、老いの目を濡らして言葉も入れません。